将棋の藤井聡太二冠、十八、は二十二日。明王戦本戦トーナメント準決勝で、丸山忠久九段、五十、に八十七手で勝利し、挑戦者決定戦に進出した。藤井聡太二冠は、明王を保持する、としままさゆき竜王、三十一、への挑戦権をかけ、 26日に、斎藤慎太郎八段28と対局する。将棋の藤井聡太二冠。明王戦、挑戦者決定戦進出決める将棋の藤井聡太二冠、18イコール多い、帰省イコールが22日。第6期、明王戦、藤河周祭の本戦トーナメント準決勝で、 丸山忠久九段五十二八十七手で勝ち。挑戦者決定戦進出を決めた。二十六日に斉藤慎太郎八段二十八と対戦し、勝者が、としままさゆき明を三十一イコール龍王と合わせ二冠イコールと五番勝負を戦う。 対局は、東京都渋谷区で行われた。丸山球団の得意戦法である一手孫角代わりに対して、藤井聡太二冠はうまく、戦機を捉えて押し切った。昨年7月の竜王戦の挑戦者を決める、決勝トーナメントで、丸山球団に敗れており、 藤井聡太二冠はその時の雪辱を果たした。斉藤八段は、今春の第79期将棋名人戦七番勝負、朝日新聞社、毎日新聞社主催、大和証券グループ協賛で挑戦者になったトップ棋士、藤井聡太二冠と斉藤八段のこれまでの対戦成績は、 藤井聡太二冠の3勝2敗。今月から始まった規制戦五番勝負で2連勝中の藤井聡太二冠は、29日に豊島明王の挑戦を受ける大井戦の防衛戦開幕も控えている。明王戦で挑戦者になれば、三冠となる可能性もある。アルサックバイ王将戦二次予選が開幕。 近藤誠也七段が勝利リーグ復帰目指す藤井聡太二冠も、ここから参戦将棋の、第71期アルサックバイオー賞戦、スポーツ日本新聞社。毎日新聞社主催2次予選トーナメントが22日。大阪、関西将棋会館で開幕し、近藤誠也七段、24、が、沢田慎吾七段、29、 2九十九手で勝利した。二回戦で、三浦博之九段、四十七、と対戦し、勝てば挑戦者決定リーグ入りがかかる決勝へ、進出する。戦型は角代わり腰掛け銀。先手近藤が樹王を囲った直後、右、桂を五段目へ迷いなく、跳ね出して回戦した。岬の歩を切ると、 さらにカツラ取りに打った筆で、沢田に壁金の悪型を強養する。沢田が銀取りにカツラを打ってきても構わず、大頭からの攻めへ踏み込んで優位を築いていった。一年目にリーグ入りできて成績を残せた起戦。それも遠ざかっているので、もう一度リーグ入りを目指したい初参加の第66期。 一時予選から勝ち上がった近藤は4段でリーグ入りして当時のハブ義晴三冠、3島トシママサユ7段から勝利した。結果は2勝4敗でリーグ陥落したが、2ヶ月間、自信になりましたし充実した時間を過ごせた。その2016年、25年ぶりにプロ野球セリーグを制したのが広島。 手法、主砲鈴木聖也と同じ名前を持つ、将棋界の聖也として注目された。第67期以降の、計5期。一時予選敗退は一度きりで二次予選には4度、進出するだけに。今季こその思いは当然強い。2回戦へ向け、三浦九段は、攻めの鋭い方。 しっかり研究して挑みたいと意気込みを語った。なお昨季リーグから陥落した、藤井聡太2冠、18イコール多い。規制イコールは2次、予選2回戦から出場する。7月14日に、対戦する。石田直宏五段32、32井伊部春平五段、30の勝者と戦う。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。